ロッキード X-17 はアメリカ合衆国のロッキード社が開発した大気圏再突入試験用ロケット。1956年初打ち上げ。主にアメリカ空軍、アメリカ海軍によって運用された。前期が使用され、実機期は残存していない。X-17 三段式の固体燃料ロケットであり、長距離弾道ミサイル開発用のものである。 弾道ミサイルの弾頭が超高速で大気圏に再突入した際に発生する空力加熱や周辺大気の高齢のルズ数の状況、熱伝導の発生状況を調べることを目的としている。開発は1955年1月から開始され、小型開発機は1955年中に打ち上げ、試験を行っている。X-17 は 1956年4月17日に、ケープカナベラルで初打ち上げが行われた。1957年3月までに26回の打ち上げが行われた。第1弾は交尾に4枚の安定翼を有し、エンジンは XM20 ロケットである。燃焼時間は28秒、X-17 を約 150km 上空まで打ち上げる。 ここで弾道の頂点に達した X-17 は先端部を下方にして大気圏への再突入を開始する。第1弾は高度20から 30km 付近で切り離され、第2弾を点火、突入しつつ加速を行う。第2弾切り離し後、第3弾にも点火しさらに加速する。飛行時間は6分程度である。試験に合わせ、 異なる形状のノーズコーンを取り付け、打ち上げられる。X-17 は最大速度マッハ14.5を計画しており、1957年4月の打ち上げでは時速 14000km を記録した。なお、X-17 は1958年に核ミサイル実射試験であるアーガス作戦の試験体にも利用されている。 高高度核爆発の実験用に変更されており、第2弾、第3弾も髪型に向け転化される。これにより最大到達高度は約 480km に達した。大西洋上の艦船より7機が打ち上げられ、うち3機は実核弾頭を搭載していた。元第3弾 XM19E1 ロケット。ありがとうございます。